中日の選手、予想外の場所で発見される。藤島、バレるなよ。試合前の神宮。神宮球場では、球場飯の種類が豊富なことで有名である。そのため、試合前になると稀に選手たちが出没している。今回は、松山投手と藤島投手が出没しており、周囲がざわついていた。マスクやサングラスなどもせず、見バレ前提で堂々振る舞う姿が印象的だった。藤島、なんでドンニツって言ったやろ。松山、俺が見つくいます。神宮名物、選手が一般人に紛れて買い物をする。こんな間近で遭遇するのすごいな。立浪と敦史も、晩酌用に買いに来いよな。松山と藤島が普通に買い物してるのくさ。ブルペン用の夕食調達なんやろな。しれっと一般人に紛れ込んでるのマジでくさ。赤い服の人は藤島か。店の店主かと思ったわ。なんだか藤島のお店の人感。普通に選手が飯買ってるの面白いわ。神宮以外にもやってほしいよね。立浪も出てこいよな。私は何食ってるんやろ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。